はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。さてですね、今回なんですが、そうですね、残り17周ということであんまり大きなレースに出会えそうにありません。なんでまだ取ってないレースに絞ってですね、取っていきたいかなと思います。で、このまあダートが丸なんですよね。なのでフェブラリーか川崎記念取らせてあげたいなと思うんですが、距離適正が2000以上3200未満なんで、川崎記念にやってみたいと思います。今度は馬体重を上げたいですね、できれば。おっと、調子落ちてるぞこれ。ベスト体重変わったかな、ひょっとして。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。いや、そんなことはないな。人参か。まあ当然これでベストコンディションですね。ベストコンディション、多分ベスト体重なんじゃないかな。はい、何です？そうですね、ベスト体重ですね。さあ、多分初のダート戦じゃないかな、重賞に出るようになってからは。1.2倍。丸がついてるのは一光玉行き、富健雷電、ナショナルスパイ、インテリパーですね。5か789か。まあでも、見てみましょう。オッズはなんかファストフレンドが2番人気なんですね。5か789で買いましょう。ファストフレンドか。一応ファストフレンドのターンも。さあ、これでレース出走です。川崎記念です。
川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭12頭がスタートの瞬間を待っています。ゲートが開いた。6番旗のジャック出遅れてしまいました。果たして何が行くのでありましょうか。4番サプライズパワー先頭、外を通りましてインテリパワー、11番ボールドクルーズ、なんかレオリューホが慌てて前行きましたね。カタオジャックは大きく離れて最後方です。こっから追い込んでこれるのか。そしてその後ろからライセイリーフ、それからダリパフォマレ、そしてもう一頭バストフレンド、その後ろ5馬身くらいあって6番カタオジャック、もう一度落ち着いて、まだなんだろう、ゆったり構えてる感じはありますね。そして6番手に9番ナショナルスパイ、レオリューホーがその後ろ、それから足毛の馬体ワールドクリークであります、大勢リーフ、ダリタフォマレ、外から1頭12番ファストフレンド、これが6番カタノジャック、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。武豊騎手、結構回るんですね、あの川崎競輪場競馬場は。残り500切りました。さあ残り300、直線短いぞここは。さあインテイパワーが来た、中を強引に割ってくる。ちょっとインテイパワーの足が鈍ったぞ。50切った、抜け出した。取りました。馬券は残念でしたが、インテイパワーが粘ったと思ったんだが、まだまだ先は長いよ。これでもう決まりですね。次は WBC です。そう、デイリーガチャ引いてみましょう。ビビーガルダン、なんだろう、このパン祭りガチャか。お、パンがありますよ。フランスパン。いい感じだね。パートナー調教でこれでスタミナも上がることができます。これで放牧をしてみましょう。というわけで、今回サーカス記念を短い直線でしたが最高峰から追い込んで、優勝することができました。これ次はまた WBC 挑戦します。まあ残り13週なんでね、WBC 取ってそれから調子を整えて SWBC っていうのがで引退というのがまあ最後の挑戦になるかと思います。まあ1万2000枚なんで2万枚はどうかな、厳しいかなってとは思うんですが、はい。まあ無理ですね、2万。7000足しても19,920枚なんで、80枚届かないです。まあ、優秀美の美を飾るために、今度こそ、っていうか、まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけどね。WBC を取って、SWBC も取っていきたいと思います。
はい、というわけで、はい、ここのこの動画ここまでとなります、はい、チャンネル登録していただくとすごく励みになります、タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンあります、説明欄にブログ、ツイッターのアドレスありますので、よろしければアクセスしてみてください。また最後の20秒で関連動画、関連動画プレイリスト、こちら流れますので、よろしければアクセスしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。